さて、来月9日に行われる東京都知事選挙。今週のこの時間は都知事選の争点について取り上げお伝えしてまいりました。5回目の今夜のテーマはどうする尖閣寄付基金です。まずは尖閣諸島の購入をめぐる都の動きを振り返ります。東京からおよそ1900キロ離れた沖縄尖閣諸島、今この島をめぐる問題が都政に残されています。東京都はあの尖閣諸島を買います。買うことにしました。ことの発端はこの一言でした。当時の石原知事が尖閣諸島の購入計画を発表、さらに副知事だった猪瀬氏も、ニュースのコメントで寄付を募りたいなって言ったら、もうすぐですね、これツイッターとかそういう反応がものすごいんですよ。あ、これは相当来るなっていうふうに思いましたね。購入費用は寄付で賄うことを明らかにしました。10ヶ月で集まった寄付金はその額およそ14億円。ところがこの寄付金が行く当てを失います。彼がですね、テーブルに額をつけて平身抵当して申し訳ありません、許してくださいというか、何を許すのかねと言ったら、国に売りました。国が尖閣諸島を買い取り、集まった寄付金は都の基金として管理されていますが、現在も宙に浮いたままになっています。街行く人たちの反応は様々です。石原猪瀬都政が残した尖閣諸島購入のための寄付金、宙に浮いたままの14億円に都民は、なんかそんなことおっしゃったありますよね。その寄付金いくらぐらいだと思いますか。1億ぐらいですか。実はですね、14億。そうだったんですか。あれ返すって話じゃなかった。それどこに行くんですかね、そのお金。その行方を知りたいですね。気になる基金の行方、中には返すべきという声もありますが、専門家はこう指摘します。普通の基金ならそういうことはあり得るわけですよね。例えばオリンピック招致の基金として4000億積んだものが、もし招致に成功していなければ、多分違う形でですね、目的を変えたはずなんですが、この尖閣の基金については無理でしょうね。それはやっぱり寄付した人が全国津々浦々、目的はもう一つですから、ちょっと当面凍結じゃないですかね。尖閣諸島の買い取りを発案した2人の知事は、およそ14億円の使い道を具体的に決めないまま辞職。都では去年11月、使い道について国に打診しました。基金の使い道については、現在都政の最重点項目として、尖閣諸島の所有者である国に対し、基金の活用方法を提案している。しかし、都の担当者によりますと、国から具体的な話は来ていないと話します。石原猪瀬都政が残した14億円、このまま現状を維持するのか、あるいはより積極的に国に働きかけるのか、次の都知事へとバトンが受け渡されます。さあ、スタジオには取材をした鈴木記者です。鈴木さん、今回の都知事選の争点には脱原発やオリンピックが挙げられていますが、今ご覧いただいた街頭インタビューにもありましたように、この尖閣諸島基金問題は都民の皆さん、記憶が薄らいでいるようなんですね。そうですね、そんな印象なんですけれども、実際に日本全国から都に14億円集まったという事実があります。はい。実際寄付した人に返すといってもですね、住所が分かりませんし、現在は都の基金として管理されているので返すことができません。ですから都が国に対して今行っていたその基金の活用方法を提案していますように、次の都知事にはその活用方法の道筋を示し、政府に積極的に働きかけていくのか、あるいはですね、現状を維持するのかという2つの選択肢が迫られているように思います。なるほど。それでは今回の都知事選に立候補している候補者の皆さんは、この基金の活用方法についてはどのように主張をしているんでしょうか。こちらにまとめてみました。はい、はい、
石原氏の支援を受けているこちら田母神候補はですね、尖閣諸島の整備に関する資金として使用すると石原氏の意思を受け継いだ主張をしています。また舛添候補ですね、こちらは極力寄付者の志が生かされるよう として提言し、国に活用方法を託すと訴えています。一方で宇都宮候補は知事になった後改めて考える、細川候補は専門家の意見を聞いて検討すると、2人の候補は慎重な回答をしています。はい。東京オリンピックを前にですね、日本と中国の外交問題にも影響を及ぼす可能性があるので、都政にとっては今後も非常に難しい問題となりそうです。わかりました。鈴木記者でした。東京都知事選挙、来週は各候補者に絞って特集でお伝えしてまいります。この都知事選には16人の新人が立候補しています。立候補したのは届け出順にご覧の方々です。都知事選は来月9日に投票が行われ、即日開票されます。期日前投票は来月8日までとなっています。